Hello，大家好，我是镜子。那今天我们要来玩《Shinosuke》的羁绊故事。然后这边我看看哦，他的哎呀，等一下这个是什么东东？关掉。那这他的两个前两个故事是《Yankee になった理由》，还有一个是《Bodyguard》。第一个是他会成为小混混的理由，不良少年。然后第二个是。Bodyguard 叫做，等一下 ，Bodyguard 我知道是什么意思，但护卫吗？贴身守卫，好像不太知道。好啦，那我们来看，直接看看看吧。擦擦擦，さあ来い。ほら、次行くぞ。嗯？公園で子供たちが野球をしているみたいだ。あれは？ザッザッザッ。ほら、サボるな。そんなんじゃ、試合に勝てねえぞ。しのすけくん。お前、どうしてここに？いや、ただ通りかかっていただけで。てか、どうしてしのすけくんが子供たちに野球を教えているの？ち、見られたらしょうがねえな。ちょっとこっち来い。あの子たちは、あいつらは近所の野球チームの奴らなんだ。俺がこうして毎週コーチをつけている。しのすけくんが野球のコーチ？悪いかよ。いや、しのすけくんって野球するんだなって思って。まあな、自慢じゃねえか。これでも、中学の頃は結構有名なピッチャーだったんだぜ。へえ、そうなんだ。すごいね。いや、全然すごくねえよ。俺は自分の体の管理すらできない、バカな選手だったな。俺は中学の頃、過酷なトレーニングで肩を壊しちまったんだ。あの頃の俺は野球一筋で、いつもむしゃらに勝てる強さを追い求めていた。毎晩ボールを投げまくって、まだ出来上がっていない身体で無理に筋トレを続けている。その甲斐があって、同年代で俺の右に出るやつはいなかった。だが結局、高校に上がる前に肩を壊し、肩を怪我をして、二度と野球ができなくなっちまった。そうだったんだ。俺は今までやってきた全てが水の泡になって、何もかもバカらしくなり、非行に走った。そして、今の俺があるっていうわけだ。ほんと、バカよな。なんでお前にこんな話をしてんだろう。おいおい、なんでお前がそんな、つらき臭い顔をしてんだよ。別にもう吹っ切っている。だが、どうしても野球が嫌いになれなくてな。こうして時々、あのガキたちに教えてやっているんだ。そうだったんだ。しんのすけ、早く！ガキどもが呼んでる。俺、そろそろ戻るわ。うん。あ、オカルト部の奴らにはこのことを言うなよ。どうして？ああ、格好悪いから決まってんだろ。そんなことないと思うけど。いいから、とにかく言うなよ。言ったら承知しねえからな。わかったよ。またな。さく、いちいち俺に喧嘩を売ってくるやつは何なんだ。勝てねえなら挑んでくんじゃねえつーの。ざわざわ。ん？なんだ、向こうが騒がしいな。おい、こら。て、
てめえ、何舐めた態度を取ってんだ。いや、舐めた態度なんて取ってないんだけど、あなたたちがぶつかってきたせいで、大切なオカルトグッズが落ちて壊れてしまったので、そのことをやめてくださいと言ってるだけですよ。それが舐めてるって言ってんだよ。理解が苦しみですね。お前、ここで殺されてってのか？あ、ここで僕が殺されたら幽霊になりますかね。一度、死後の世界があるのか調べてみたかったんです。いや、でも、もっと調べたいことや、オカルト部のみんなとやりたいこともあるので、ここで死ぬのは、まだ、なんだこいつ、決め事をブツブツ言いやがって。やっぱりお前ムカつくな。その口、二度と喋れなくしてやるよ。おい、てめえら、何やってんだ。お前は、九条しのすけ。集団で弱い者をいじめか？だっせえな。こいつは俺のダチだ。手を出したらどうなるか分かってんだろうな。やべって、あいつには敵に合わねえよ。お前ら、覚えてるよ。その生態、来週も出せ。おやおや、これはしのすけくんではありませんか。お前、何やってんだよ。いやー、ちょっとヤンキーに溜めまれしまして、おかげで殺されずに済みました。ありがとうございます。お前、いつもあんな調子なのか？あんな調子とは？そういう喋り方とか態度だよ。もっと怖がったりとかねえのかよ。怖いですけど、さっきはヤンキーさんたちに僕の大切なものを壊したので許せなかったんです。案外度胸はあるんだな。まあでも気をつけるよ。ああいうやつは影に死ねえよ。抵抗する力がないなら無理に歯向かうな。いいな。それでしたら、いつもしのすけくんが僕のボディガードをしてくれたら、すべて解決ですね。は？だって、僕にも力がないですし、しのすけくんがいてくれさえすれば、すべてどうにかなりますから。お前、それ本気で言ってんのか？ん？はい、僕によって真面目ですか？お前、やっぱ変人だな。よく言われます。とにかく気をつけるよ。今度、溜め、まれているのを見ても、助けねえからな。期待して待ってます。とことんやりにくい野郎だ。真的是蛮奇怪的组合啊。因为怎么说，两个人的那个性格完全配合不起来啦，就是应该说就是Shinosuke 对 Shido 这种类型的人觉得就是不擅长应付这种类型的人吧。那感谢大家收看今天的影片，到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，可以在底下按赞、留言、分享并且订阅我哦。如果你想我玩或者翻译什么游戏的话呢，可以到 Facebook 去搜寻我的粉专镜子儿童的手术室讯我哦。那我们下次再见，拜拜。